改めまして、こんばんは、日笠陽子です。こんばんは、下田あさみです。それでは、今夜のゲストに登場してもらいましょう。ゲストは、この方。こんばんは、シャルル・ドゥ・ニョワリア塾の原沢です。ちょっと待って今なんて言いました？もう一回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 。シャルル・デュノア役の花澤香菜です。イエーイ。あーもうやだ。急に心折れてんじゃん。ねえ。だよ、だってさ、下ネタ朝。誰だよ。みんなもう名前グズグズやな。そう、まだ香菜ちゃんにはそういうとこ見せてないんだから。今日は純潔ですから。いや、うん、下田さんをね、いつも拝見していて、うん、そんな下ネタのイメージって全くなかったんですけど。でもさ、隣に座ってんじゃん、アフレコの時。はあ、うん、あのね、この人、うん、かなちゃんの方を見てないだけで、見てないだけで、うん、私の方に向かって下ネタずっと言ってたんだ。言ってないよ。本当だ。真面目に仕事してますよ。本当だよ。なんだ。言ってないよ。今日証明するから見てて。わかりました。遅いやろ。遅くないでしょ、今どう見ても。遅いよ。なんか、まだ知らないって言ってんだから、あ、そう？はい。